マルヒフェルトの戦いは、1278年8月26日に、現在のオーストリアニーダーエースター・ライヒ州、ゲンゼルンドルフ軍の都市、デュルンクルトとイエーデンシュパイゲン近郊で起きた、ローマ王ルドルフ一世及び、ハンガリー王、ラースロー四世と、ボヘミア王をたかる二世との戦闘である。勝利した、ルドルフ一世は大きく、勢力を伸ばし、ハプスブルク家が、 ヨーロッパの有力家系に飛躍するきっかけを生んだ。1250年、新生ローマ皇帝フリードリヒ2世が死去、息子のコンダート4世も1254年に亡くなり、放炎した右ン町は断絶、新生ローマ帝国は大空一代を迎え、カスティーリアアルフォンソ10世とイングランドの王族コーンウォール博リチャードが立候補したが、どちらも国内事情で皇帝に即位できなかった。 こうした中、1253年に、ボヘミア王に即位した、オタカル2世は、領土拡大に乗り出し、1251年に、バーベンベルク家が断絶したオーストリアを獲得、バーベンベルク家の相続人マルガレーテと結婚した。1260年にクレッセンブルンの戦いで、ハンガリー王ベーラ4世を打ち破りシュタイアーマルクも、獲得、1268年に、 ケルンテン皇ウルリヒ三世と契約を結び、翌1269年にウルリヒ三世が亡くなったためケルンテンも相続した。帝国におけるオタカル二世の勢力拡大に危機感を抱いた先帝公は、スイスの弱小領主に過ぎなかったルドルフ一世をローマ王に選出した。オタカル二世は自分に断りなく、ルドルフ一世を選出したとして、彼の王位を認めなかった。 ルドルフ一世は先帝皇たちと合意の上で、オタカル二世を1275年に開かれた、ウルツブルグの帝国議会で、召喚、1250年以後に、領主の変わった土地の返還を求めたが、オタカル二世にとっては、領土の大半を没収されることを意味するため、この命令を拒否、帝国はハトケに処せられた。一方、 リドルフ一世や戦いに備えて帝国諸侯と同盟を結んでいる。まず、長男のアルブレヒト一世をゲルツチロルハクマインハルト二世の娘エリーザベトと結婚させ、見返りとしてケルンテン公国の領有を認めた。次に、娘、マティルダをウェーバイエルン公権ライン級中派クルートビヒ二世に突芽生、協力を取り付けた。ニルンベルク城ハクフリードリヒ三世、ハンガリー王。 ラースロー4世とも同盟を締結した。そして1276年、ハンガリー軍と共に、オーストリアを攻めて、ウィーンを包囲、オタカル2世を屈服させて、ボヘミアとモラビアを除く領土のほとんどを没収した。オタカル2世も巻き返しを図り、ブランデンブルク編強迫と同盟を結び、オーストリアへ進行した。ポーランドでも、帝国とボヘミアの争いが起こり、 1277年に、ルドルフ一世と同盟を結んだ、レグニサコーボレスワフ二世が、オタカル二世の同盟者だった老いのブロツワフ公、ヘンリク四世を誘拐、ヘンリク四世の解放を掲げて、兵を挙げた老いのグーグフ公ヘンリク三世と登園の、ビエルコポルスカコープシミス二世とボヘミアの連合軍を、息子のヘンリク五世と共に撃破、帝国側が優位に立った。 ルドルフ一世とラースロー四世の会見。タンモルガ1278年、ボヘミア軍はドローゼンドルフとラアンデアタイヤーの町を包囲したが、帝国軍とハンガリーの連合軍を発見して、包囲を断念、デュルンクルト近郊で連合軍と交戦した。午前中は、ハンガリー軍が用していた、クマン族の騎兵隊がボヘミア軍と衝突、正午になって、ルドルフ一世は、 近くの丘や森に隠した伏兵のオーストリア軍とハンガリー重装兵隊に攻撃を命じ、側面を突かれたボヘミア軍は混乱した。待ち伏せ攻撃は当時は不名誉とされていたが、この攻撃で連合軍は勝利、ボヘミア軍は壊滅して、お宝二世も戦死した。戦場後に建てられた記念碑この戦いで、ルドルフ一世のオーストリア公国領有は確実となったが、 彼は慎重に行動し、お宝二世の未亡人君んふとは僕、お宝二世と君んふの息子バーツラフ二世と娘、ユッタを結婚させる約束を取り付けた。ブランデンブルク返教博については、1279年から、ブランデンブルクザルツベーデル返教博夫5世を、ボヘミアの摂政に任命して和解した。百八十二年、二人の息子アルブレヒト一世と、ルドルフ二世に、 オーストリアを与え、オーストリアはハプスブルク家の領土となった。ハンガリーではラースロー4世は王権の強化に失敗1290年に貴族層の死角に暗殺された。次のハンガリー王は東遠のアンドラーシュ3世が選ばれたがアールパード朝は彼の死と共に断絶した。ボヘミアでは成長したバーツラフ2世が国力を回復させポーランド国王に即位。 息子のバーツラフ3世をアールパード朝断絶後のハンガリー王に即位させ、ボヘミア王国を再興させた。しかし、バーツラフ2世は1305年に死去、バーツラフ3世も1306年に暗殺され、プシセミスル朝は断絶、3つの王国はそれぞれ別の家系へ渡っていった。19世紀に入り、劇作家、フランツ・グリルパルツァーが1823年に、 おたかる二世をモデルとした劇、オット・カール王の映画と最後を書いたが、検閲に引っかかり、上演は2年後の1825年までかかった。1978年、戦場後に記念碑が建てられた。ありがとうございます。